はい、今日はですね FPV ゴーグルを紹介していきたいと思います。はい、今日はですねドローンレースなんかで使われるこのね FPV ゴーグルをね紹介していきたいと思います。これあのねスカイゾーンメーカーのゴーグルなんですけどね、こんな形になっています。でここのところにねアンテナをつけるようになってますけどね、こんな形でしょうかね。で通常まあこれ今備え付けのねアンテナですけどね、よくここ受信機をね変えていきますね。でこのゴーグルのねいいところは、まあ、もちろんこれここにねファンがついてるので、ここから風が出てきて覗くところ、ここのレンズのところが曇らないような仕組みになっています。であとこの下のところでね、このレンズの位置調整が顔に合わせてね調整ができるようになっているっていうのと、あとはまあここのこうちょっとダイヤルっていうんですかね、これを合わせることによってこうちょっとピントを合わせることがね、だからちょっと視力がねそれぞれ違うと思うんですけど、それに合わせて微調整ができるっていう形になってますね。これなのでこのゴーグル非常に使いやすいっていうのがね、ちょっとおすすめでもあります。でやっぱ多少こう右と左もねちょっと視力が違ったりする方もいるので、これそれぞれに調整できればいいですね。でもあとはここにこういういろんなねジャックがあるんですけども、主に使うのはここの SD のカード、こっちでも録画することもできます。でここに映ってるゴーグルに映ってる映像をこの HDMI でね外に出すこともできるっていうかね形ですね。モニターに映すことができたりとかねしますね、これね。まああとこういうところもモジュール、ね、いろいろこう変えていったりとかしてね、いろいろねここら辺もいじっていけると思うのでね、ちょっとこれも活用していけたらなと思います。でこういろんな機能がねちょっとついてるんですけれども、これ結構皆さんよく使われてるゴーグルだったりするのでね、まあ、基本僕マットシャークのねゴーグルを使ってるんですけども、今回このスカイゾーンさんね、これもちょっと人気があるということでちょっと用意してみましたけど、であとまあ電源のこの供給するやつはこういうものを使ってもいいですし、まあこれファットシャークですけどね、はい、でこれをねここに差し投げて電源を入れてあげる、そうするとゴーグルが映るようになってますね。はい、でもここファンがね回ってるのでちょっと音がしますけど、はい、曇らないで、もう中この中にねいろいろ調整できるようないろいろ映ってきてますね。見づらいんですけど、でこのゴーグルをね使えば、まあこういうようなね小さなマイクロドローンからねベータ FPV とかまあこのようなドローンも、これ85っていうサイズですけどね、こんなようなドローンも飛ばしたりとか、5インチとか3インチとかね、まあ、とにかくこういうアナログのねカメラがついてるものであれば、あとはアマチュア無線のねライセンスが必要になってきますけどね、そういう電波帯であればこのゴーグルで見ることができるのでね、このゴーグルを使ってね操縦の方も楽しんでいただけたらと思います。まあこれドローンレースだけじゃなくてね、このようなねドローンを使いながら撮影の方も最近流行ってきてますのでね、もうこれも 4K がついてて、ね、こちらに SD カードを入れるところがあるので、ね、保存ができると、まあ、いろんな取り扱い方法ありますけどね、ぜひ